チェコと中華民国の関係、あるいはチェコと台湾の関係とは、チェコと中華民国の間における国際関係について記述する。1949年以来、両国間の国交はない。1930年2月12日、中華民国とチェコスロバキアの間で国交が樹立され、1931年、中華民国中チェコスロバキア公使館を、 チェコスロバキアの首都プラハに開設。当初はポーランドが兼任していた。1939年、ナチスドイツがチェコスロバキアを占領。公主派遣が中止され、プラハの中華民国公主はルーマニアに転任することになり、両国の外交関係は一時中断されることとなった。この間、チェコスロバキアは満州国を承認し公主を派遣した。 1941年8月26日、中華民国は、ロンドンのチェコスロバキア亡命政府を承認。公使館が開設され、オランダ公使が兼任した。1944年7月25日、中華民国中チェコスロバキア公使館が大使館に、格上げ。当初は、オランダ大使が兼任。終戦後の1945年7月30日、 正式に大使館がまた館した。1949年10月1日、毛沢東が中華人民共和国の建国を宣言すると、同月3日、チェコスロバキア社会主義共和国は中華人民共和国と国交を樹立し、中華民国と断交。1950年代、90年代の冷戦期において、 西側諸国であった中華民国は東側諸国の国々との交流はほとんど行われることはなかった。アルバニア決議に対する1971年、当時の世界各国の投票行動の図、チェコスロバキアを含む緑色で塗られた諸国が賛成した。1971年10月25日、アルバニア決議においてソ連の衛星国であったチェコスロバキアは、 中華人民共和国の国連参加に賛成票を投じた。1989年11月、ビロード革命で共産党政権が崩壊し、民主化が促進。国名も、チェコスロバキア社会主義共和国からチェコ及び、スロバキア連邦共和国に変更された。1993年1月1日、チェコとスロバキアが分離し、チェコ共和国が成立。その後、 両国の往来が再開された。1997年7月に発生した1997年の中央ヨーロッパ洪水に際しては中華民国政府が2万ドルを寄付した。2019年1月14日、プラハ市のズデニエクフジ部市長がツイッターで2016年3月に北京市との間に締結された姉妹都市協定書において一つの中国政策に 関する項目について、北京市と再交渉するつもりである。と述べた。3月18日、プラハ市が北京市と締結した姉妹都市協定書では、一つの中国原則は、当初北京側が出した条件だが、北京市と他の姉妹都市間には、そのような項目はないため、受け入れる必要はない。とした。同年10月7日、プラハ市は、 北京市との姉妹都市解消を発表した。12月プラハ市議会と台北市議会が姉妹都市の締結を承認。2020年1月13日、プラハで姉妹都市協定の調印式が行われ、カ文鉄台北市長と同市の富士部市長が協定書に署名した。翌日14日、対抗措置として、上海市はプラハ市との友好都市関係を解消し、 公的往来も中断すると発表。2020年4月1日、新型コロナウイルスの流行に対応して、蔡英文総統が感染の深刻な国々の医療従事者向けに1000万枚のマスクを寄贈することを発表し、アメリカに200万枚、チェコやイギリスなどの欧州11カ国に700万枚、外交関係のある友好国に100万枚をそれぞれ無償提供を行った。 2020年5月20日、蔡英文総統が再選されると、チェコ上院副議長のミロシュ・ホルシュカやプラハッシのズレニエク、富士部市長が祝辞を送った。台湾の国際組織参加指示。ありがとうございます。